寝癖を隠せれるこのシナモンの帽子最高。昨日酔ってたので変なこと言ってなかったからし言ってました。ヤナ大好き、ありがとう。はやな、昨日のヤナナからのメール読んでてありがとう。ヤナ大好き、ありがとう。あいやちひろくん、じいじありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう。ガチのすっぴんでごめんなさいって感じなんですけど、今日も頑張りましょう。ありがとう。今日は8時までです。やっほー、おはよう。アスカルかわいい、ありがとう。学校行くからまたね、支度いってらっしゃい。クマやばいから、涙袋だけちょっと。あんま変わってなくて、クソ。何も変わってない。今日なんか肌白く見える。あいよ。ございます。泣き虫さんじゃないです、嘘です。けど喜怒哀楽が激しいと思います。ほっぺたツンツン。おはようございます。多分ね、もうけどもうすぐ3月だし、もうこんな早くからやることあんまりなくなると思う。みんなおはよう。もう時間縛りがなくなりますので。かわいい、ありがとう。稲田大好き、ありがとう。ああ、だから最後の自分へのあれと思って今日は6時からにしました。
化粧しようかな、まあいっか。すっぴんも変じゃないですか。眠れました。おはよう。今日早起きさん起きたらね、5時59分でびっくりした。実際ずっとね、目覚まし鳴ってたの分かってたんですけど、あと10分だけ、あと10分だけとか思ってた。あっちゃぴーや。ET みたい。目覚ましあるある。最近実は目覚ましないと起きれません。今日もレッスンです。今日ちょっと遅くまでレッスンなので夜はできないですが、森の妖精ユナモン。ああユナな。シナモン喋るんちゃうかな。ニコニコマモホセナ君、明日出ますよ。はい、マンチエースの力ありがとう。頭が寝ぼけすぎて今日自分がユナモンってこと忘れてました。けどめっちゃなんか今日寝起きというか気分がいいね。皆さん朝から来てくれるので嬉しいです。ありがとうございます。ぽぽぽ。休みなのに配信待ち遠しすぎて5時に起きた。かわいい。お仕事いってらっしゃい。今日もかわいいのもありがとう。寝起き最高。先生最高。なんかさん、ハートありがとう。ユナモン買いたい？
早起き偉いでしょ。なんなん大好きありがとう。なもんかわいいありがとう。嫌いな食べ物辛いものかな。けどね、リカティさんが辛いもの好きらしいの。だからユナも頑張って辛いの好きになろうと思って。無理して好きになることはないって聞いた。はあ。無理して言い荒れちゃうの？私の好きなもん好きになりたい。タバスコ飲めへん飲めへん。かゆな、なんに甘いオタクでありたい。やった。わさびも無理やねん。からしも無理。わさびも無理。からしも無理ね。わさびも無理だ。久々の新曲ちょっと待ってね。おはようございます。今日の気候は最高。いいね。いい背もたれだよ。座椅子なくてもいけるわ。座椅子買うって言ってたんどこ行ってんって感じなんですけど、最高。早寝坊した。こんなん言ってるさ18歳なかなかいない気がする。92日目ありがとう。今起きた。おはよう。今日やっぱ漏れてるけど、やっぱね、化粧してない方がいいのかな。あやゆななあや。あと8日、あと8日で100日達成。みなさんはゆなにお祝いの動画でも作ってくださいな。
多分ね、すっぴんで出たらね、ライトでね、いろいろ飛びすぎて家の中は多分何くなるよ。どこが目？あれ？どこが口？みたいな。絶好調！桃鉄のやつでもあります。絶好調！チュチュル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 。サイコロが4つになりました。トゥントゥントゥ、あれ？どんなメロディーやったっけ。トゥントゥントゥ。何解決象の歌。解決象は自分では買ったりしてなかったけど、図書館、いとこからもらった解決ゾロリの本が面白くて図書館で読んだりしてた。ててててててれれれれ。解決ゾロ。イシシとノシシ。昔ね、結構昔好きなアニメは何、アニメちゃ漫画何見てたって言われたらね、昔の海外の有名人とか、電気漫画みたいなのめっちゃ読んでました。リマユさん、イキさん、ありがとう。ひなくんは実は特殊つけらとかでもいける。やったー。そう、マザテレサさんとか、おはよう。まあ、帰ってきた？そう、日本の電球、日本の有名人さんの電球じゃなくて、世界の結構見てたかな。私がと言ってらっしゃい。はやー、あはちです。春休み何枚。おお、春休み。イヤナの電気の発売ね。いいね、イヤナも自分の電気を見たい。電気ってさ、こう死ぬまでが物語やから、自分の見れないじゃん。小学生の頃は電気の漫画とか読まされてた？はやー、大好き、ありがとう。まだ歴史浅いな。多分ね、5ページぐらいで終わりそう。これからたくさん歴史を作っていきます。ひなの生き返り。日記大体の三日坊主やねんな。まあ、けど、ゆなにとったらショールーム自体が日記なので。動画日記なので。お仕事頑張ってね。
フレフレユナナフレフレユナナ。あまる。せやな、ブログも日記。おはよう。それなビッグボーズのショールームは92日も続けられてるから。ひなくん結構ね、あの飽き性というか、すぐね他のことしたくなるんだけど、ショールームはね特別だね。今日も仕事頑張ります。頑張ってね。おはよう。すごい、こんな早いのに1510名の方が来てくださってる、ありがとうございます。やればできる YTK、 はい YTK YTK、 マジなのに会えるから幸せだわ、ありがとう。顔の半分が前、なんか前髪なんか長い。6時配信以上1テンション、確かにテンション高いかもしれん。多分なお腹空いてるねんな関係ないってね。朝から偉いの、おはよう。おはよう。めっちゃ目覚めてきた。今日あんまあくびしちゃうかな。朝茶好き？カフェオレくん、ゆきちゃん、ありがとう。昨日ラジオ、ジャングルレディ聞いてたらさ、あれ、ゆなってこんな変な声なのかなみたいな。ゆなってあれ、こんな声なんやなと思って。小島千代さんの、でもそんなの関係ないって逆やってくる。絶対嫌や。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい、おパピー。NNB モバイルメール登録&グッズ申し込み、ガニありがとう。カフェオーレキキちゃん、ありがとう。アロハアロハ。なくのショールーム見に来るのが日記までの日課になっていたフェイス、嬉しい。ラルスイキちゃん、ありがとう。爆笑です。最高の面白かった、よかった。何でもあれよ。ちひろさん、じいじい、ありがとうございます。あ、やばいやばい、あくび一回出たらね、あくびってねめっちゃ出るから頑張って止めたよ。フフかぶってかっこよかった、ちょっとおもろかった。明日から元気でしょ。ゆしのやの牛丼食べたことあります。リカティさんがライズアップ牛丼にハマってらっしゃって、その影響で言うのもちょっとライズアップ牛丼ちょくちょくと食べてました。カフェオレくん、ゆきさん、ありがとう。かっ
くさん、かわいい、ありがとうございます。何それ、なんか吉野さんとライズのがコラボして、下がご飯じゃなくてキャベツみたいなやつ、牛丼に紅生姜入れません。おずまくんハートありがとう。はやあ。お酒飲みましたが、おはようグルト、おはようグルト。ビオラ、ムッキムキならない、いつでもスマイルしやね、ゆなちゃんは一番好きなご飯はゆななんなんなんです、あーよー、王将さんの、あ、めっちゃ言っちゃったけど、もろにもろに言っちゃったんですけど、企業さんの王将さんの餃子好きですよ。ゆうきくんハートありがとう。かぼちゃの王将さん、え？なになにの王将さんはかぼちゃを食べた。何の王将さんやった？今さらなんですが、今の眠し涙で出ました、ありがとうございます。なんかおはよう。え、餃子カロリー高いの？ノーゼロカロリーだと思ってたのに。うん、餃子のおしょさんの方の餃子の方が好きけど、それ以外の食べ物は大阪おしょさんが好き。ななん大好き、ありがとう。けど、あ、餃子と天津飯は餃子のお嬢さん推しやな。それ以外は大阪推し。最近とか全然行かないけど、ね、違いめっちゃ分かる。なんかね、味覚ね、結構ね鋭いの。天津飯美味しい。サイゼはね、あんま行かないかな。けどね、そうそう。
とあるメンバーはめっちゃ行きますよ。7期生の。ちょっと許可取っときます。言ってもいいか怖いので。東京支社さんあるの？電子屋の工事をじゃあこそおすパイティじゃん。秘密中また言うね。あーいや、福岡放送さんとかあるの？知らなかった。あーいやー、耳ぴょん。りなくんのプロデュースリスト作りたい。りなくんチーフマネージャーみたいなのしてみたい。チーフマネージャー、なんかこう耳につけてさ、なんか7時配信より6時配信のりなくん元気だよ。今日5分寝坊したんだ、ごめんね。だからリップしか塗ってないブッサイクな顔だけでごめんね。そうインカムでタブレット持って、このお客様が何こう仕切る人したい。ワイニャ、ユキさんありがとう。ほんまリカって言ったのもんで、ね、迷わないと。ごめんなさい。十分かわいい、ありがとう。おはよう。もしやるならいいのはね、ゆなもゆなの大好き、ありがとう。どういう店にしようか。大好きなマクドにいるバイトじゃない社員のお姉さん美人。へえ。あいやいやな、フレンチ、そのレストランはイタリアン。ええー、なんか和食は、和食屋さんはなんか食器が多くて大変そうやから、洋食系のフレンチとかイタリアンがいい。洗い物が大変だなさそうやからっていう謎の理由なんですけど、今日の昼ごはん何しようかな、何にする、何にする、片言何にする、何にする、何にする、
カタコとカタコ。多分ね、あのね、こうめっちゃあの平らなさ皿の方がさ洗いやすいやんか。でも日本料理はあの小物類が多いから小鉢とかめっちゃ割りそうやし。今のは何もダンスで今のダンスあーいやー考えててくそ。リップ塗っちゃおう。なんか今日一応何芸能人様料理屋さん微妙に今日微妙に思う。マニちゃんすごくありがとう。昨日読まれてなくて残念。昨日ラジオか。皆さん面白かったですか？おはよう。バーガーキー、え、行ったことないねんな。奈良県なくない？バーガーキング。モル言っちゃったけどないないない。ハンバーガー屋さんで好きなところはフレッシュネスバーかな。ゆなのの中華まんせまってゆなは近日オーブ。顔が丸いからって某フレッシュ店のバンズめっちゃ美味しくない？バンズ。おはよう。デイがハンバーグ。奈良にバーガーあねやキン。おはよう。あのさ、モスのさ、夏摘みみたいなあるじゃないですか。葉っぱのやつ。バンズが葉っぱになってるやつ。あれ食べてるとさ、あれ
自分は今何を食べているんだ？葉っぱ？ハンバーガーみたいな気持ちになりません？昨日のラベタのムが美味しすぎて美味しかった。何のゲームですか？ユナ大好き、ありがとう。昨日出してから置きっぱだ。してない。誰でものぼけ。今なんか思いつきそうと思う。ちょっと待ってね。いきます。ギターでモノボケ3、2、1。こと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 、おいしいスープになーれ。面白かった。あーやー、やめ。てんてんてん、ロールくんいいね、ありがとう。かわいい。心が温まった、よかった。ウケのレベル高すぎてって言ってくれてる。特別なスープをピオラにあげる。あったかいだから。リーダーよね。カタさん、リハの時にもう超絶可愛いメンバーと会うんですけど、超絶可愛いメンバー愛が強すぎて。じゃあ先いってらっしゃい。今日久しぶりに学校行く。いってらっしゃい、おはよう。地面で固まってそう。イモムシ？イモムシ、イモムシ、アイアムイモムシ、イモ、イモムシ。おはよう。何時今、何時間ぐらいこのテンションでやってるんだろう。
おはよう。何時間になる？何分ぐらい？今の予想は40分ぐらいかな。あれあれ、51分だった。ありがとうございます。あれか、今日5分遅かったからバレ2回。どちらかって言って雪だるま、誰が雪だるまや。おはよう。もうすぐ1時間とか早いって。おはよう、おはよう。チラッ、カーテン覗き見チラッ、垣間見。8時までていっちゅう。皆さんがどんどこどんどこ、お仕事とか言ってくるのを見送りまっちゅう。さみちいけど。イエイ。ガッサイジンは突っ込みをきないで止まらない。ビオラ線突っ込んでもろて。突っ込んでくれる。コメント、ユナのショールーム、大体コメント欄も面白いから。仕事中にチラって書くとき、いつももうあげ、たまにコメント。言ってるよ、いつもチラって。ワイニャン。雪だ、わー！雪嵐や。ありがとう、はいにゃ。昔雪食べたりせんかった？けって降ってくる雪を、あーっとけってさ。ちょんまけた。なんだけど、誰がつかむの？コアくんとか、ミュータン突っ込みちゃうかな。コアくんけどボケもする。ミュータンボケもするの。どっちもできるのがコアくん、ミュータン。アイカ。マイティもできると思う。じっちゃんもやな。もんこちゃんか、ちっちゃん。わかんない。結構してくれるみんなツッコミ。壁オーレくん。雪だるま、ありがとう。アンジュはボケしかない。 ツッコミないでしょ。アーノンさん、ツッコミは厳しいけど普段はめっちゃ優しいんですよ。アンナさん、めっちゃかわいい。ミサチャスも結構突っ込んでくれるか。ピザ食べてるの？朝から高カロリーね。ハイカロリー、高カロリー。ちんくん、ゆきちゃん、ありがとう。おはよう。
千尋くん、じいじありがとう。ちゅうくん、ゆきちゃん、ありがとう。あかりのそれ、職業芸人違うね。ふふ。あかりくん、ゆきちゃん、ありがとう。そうだ、また自己紹介しなかった。自己紹介するね。ゆなってなんなん？ゆななんなん？みんなの夢の中にも、ゆななん！ありがとうございます。大阪市出身、高校3年生、18歳のゆななんこと、はいかいのです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゆなんなんです。なんかやはーい。人気ショールームことゆなくんです。え？ カフェオレくん、ゆきちゃんありがとう。おはよう。なんかわゆありがとう。誰かに言ってるってよく言われる。よく言われるよ。言っちゃそう。誰かに似てんねんな、ゆななって。よく言われ。わしも、言っちゃそう。誰に似てると思いますか、ゆなくん。ゆな、カービィかい。おお、いろんな方と足して似て割った顔だ。気はついた。お疲れ様。初恋の子に似てる。わお。素敵。おはよう。おはよう。アーレくん、あやんとここなさんとうかさんを出してさんで待ってかわね。え、なんか覚えてるかもしれへん。覚えてる。シーロくん、馬ありがとう。いののおはようございます。かわいい、ありがとう。いなはいろんな方の顔を混ぜた顔、嬉しいです。新種です、新種。あの、おはようございます。シナモンのニットも何それ、耳ついてるの。結論かい、ありがとう。おはよう。混ぜて丸くなったのか。うん？ウィンクできる。耳つきあってんや、いいね。なんか。
花くん記憶力良くないよ。あとシナモンの耳、あああるね。あれかわいいよね。もういいな、もうシナモンになりたくなってきた。シナモンに憧れてる。リアル18歳。シナモンくん、プリンくん、プリンくん押してくね。シナモロールです。シナモロールって言うんだよ。今日はね、8時までです。夜できない分。セイラくん似合う、ありがとう。シナモロール似合うってこと？ありがとう。確かにシナモでいいよな。シナモロールカフェアーレク、きたこさんありがとう。キュッです。ピンク、シナモン、ピューロランドかな、あるよね。揚げパン美味しい。ゆなくんは何も好きな派、きなこ派かな。 C というならきなこ派。揚げパン給食に出ましたね。揚げパン好きでしたか？なんか揚げパン人気あったけど、どの年代も人気あったんかな。人気あった揚げパン。カフェオレくんきさん、ありがとう。名古屋揚げパン給食で、そうなの？好きだって口が言われるけどって。ちっちゃく食べたらいいのに。パクパクって。給食の揚げパン好きすぎて家でたまに。え、すごい。いやね、給食のパンってさ、ちょっとミルクっぽくて美味しいですよね。あーやー、何ソフト麺って。知らない知らない。ソフト麺、ソフトクリームの麺、知らない。ひげちいさんハートありがとう。今日朝ごはん何食べようかな。お腹空いてきちゃった。何ソフト麺って。何何。
調べてみるね。壁オーレ君にきたこさんありがとうございます。あれ？給食のパン？そうだ、へえ。ビーフみたいな感じ？おはようございます。なるほどね。ビーフン好きだよ。よく食べるよ。メルメイク知ってるよ。ミルメイク大好きやった、美味しかったな。ミルメイクは給食の時に出てたんですけど、100均とかにも売ってたからよく買ってた。ミルメイク わいにゃん吹雪だわ、ありがとう、たくちゃんのハートとゆきちゃん。恋すぎへん？大丈夫？ふぶきだなんかこのシナモンくんの色と、なんかゆきちゃん、牛乳6本も飲んでたの？身長伸びた？コーヒーのチューブ？チューブ？キューブじゃなくてチューブ？いやなあ、いやいや、牛乳はちゃんと飲んでましたよ、ちゃんと給食はすべて食べてましたね、完食してました。1ヶ月10センチすごっ。腕の長さって伸びるの？腕の伸び長さって身長みたいに伸びるんかな？それか元から決まってるんか？ちょうじゅけどあれやんな、気持ち悪いやな、その小さく、え？伸びるやんな、生まれた時から今の腕の長さじゃないか。おはようございます。牛乳は瓶だった。頑張って伸ばそう、ゆなくん腕短いから。うちのは生活には支障きたさないんだけど、やっぱりあのダンス大きくしようと思って、壁。おい、キキちゃんありがとう。
給料日にならなくんの？指伸ばしてきた配信流行ってる。かなくなる瞬間は僕だって泣いちゃうよ。センター上がりはね、いちごミルク。ねえ、なんだいすき、ありがとう。そろそろなんか固定のメッセージも変えたいよね。セイラさん、じいじありがとう、思わない？そろそろ変えた方がいいかな。牛乳瓶めっちゃ悪夢飲むたよな。よう頑張って持ってたわ。ルッチ牛乳飲む人って言ってください。ルッチ牛乳飲む人。名残惜しいけど仕事できて、いってらっしゃい。ゆなな、めっちゃ大好き、ありがとう。いってらっしゃい、ウィーク。ひかるが牛乳？ゆなく7時からの時間帯眠たくなるんかな。定型向こう。ギャギャってモノボキャって面白い。泣く。カフェオレくん、たこ焼きちゃん、ありがとう。おはよう。ならかき氷。かき氷屋さんはあんまり行かないな。ぜひぜひ行ってみたいと思われます。夏に。やなやなやな、やっほー。ピオラってのは私のファンの名称です。だからあなたもピオラです。ミムーロのモナカ？モナカ美味しいよね。池田さんのさ、あれあれやんか、アイスのさ、モナカ、あれのいつも外のさ、モナカ、あの黄土色みたいな茶色い部分からだけ先に剥がして食べるの。手洗いになりました、ありがとう。そんな食べ方で OK？ めっちゃわかる。ジャンボか、ジャンかな。
ユノン大好き、ありがとう。あよさん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 、でつこいす。最中って読まないけど、最中じゃないの？ブリックポーツ。カフェオレさん、たこゆきさん、ありがとう。どういうこと？どういうこと？なんか今思考回路停止中だから、ちょっとよくわかんない。あ、それでもなかなの？なるほどね。時代もうなんか眠たくなってきたんだ。なすごい、もうすぐ5000人の方が見てくださってありがとうございます。東くん、あなたはありがとう。シエロくん、ジジありがとう。ユナダンの声聞いてて飲みたくなる。起きろー、お上がりみたいなの。なんか調子悪いね。したい、早くぶっせてか、ねむね。ごめんなさい。長距離走は最初来て全力で走っていけ、最後息切れす、誰が生きるやってなんか可愛いから許してありがとう。おはよう。すや寝ちゃった。早くね。明日が早く眠る。かわいい、ありがとう。やばい、半目で止まってた。今くんも充電します。
今日雨降ってる？本当に雨の音全然聞こえないけど。カフェオレくん、雪ありがとう。なんかこれって顔が変わる。マーライオン。横顔。普通だったわ。なんか昨日前髪なくてさ、前髪なかったらそれなりに眉毛が気になるけど、前髪があってもそれなりに前髪が気になるよね。ってことで私は何をなくせばいいのか。エクが大人っぽい？複雑な前髪事情。ピヨピヨ。コトさんから写メ、何の写メですか？いなかあざと女子？ゆったりしましょうね。じゅんくん、ゆきさんありがとう。ゆなとのツーショット本当に？リアリ？カフェオーレくん、ゆきさんありがとう。ゆきかわいい、ありがとう。あざとくこっち見て。いつ見ても可愛いね、ありがとう。ピアって何？ピオ？なんだろう、ユナもわかんない。何ピオってユナくんのニックネームかな。アイスメラだ。ステージでトランプし、なるほどね。あきたにゃん。
千尋くん、ゆきたこさんありがとう。カブアリくん、ゆきちゃんありがとう。腰はだいぶ治ったかな。だいぶ治りました。夜配信ないんですね。ごめんね、ごめんね。ピュアの極意、ユナナのこと好きであること。ユナナの好きなところを5個言えること。以上。今日の夜はハヤカワユナっていう漢字を10回書きましょう。昨日の早口言葉なんて言ったっけ。なんか難しい言葉って初めて聞いた。何やったっけな。どうぞどうぞ。100個は言える。好き以外理由いる。なんかのセリフみたい。7期とプルグは取ったことがないんですよ。それはな、なんかかわいい。 Thank you。 たったひとつの理由は好きだから。たたたたたたた。あや、あれ、キンキちゃんありがとう。早川さん、他のメンバー楽しみ。ほんまに？ゆなくんも場面いっぱい送ってるよ。はや、人気ちゃんはおはようございます。ベリー、まゆさん、キちゃんありがとう。好きなとこ4個しか言えないけど、大好きなとこの逆にその4個気になるな。ゆな大好き、ありがとう。カフェアーリくん、ゆきたこさんありがとう。45分になったら今日のランキングを書きたいと思います。奈良県ドライブ行くの。 Welcome to 奈良、ピュアボブチャピュアラーのヒッサイド。あー、必須ではないけど嬉しいですよ。今日の一言コーナーもします。カフェオーリックハットさんありがとう。がっつりて黒髪やだやだやだ、恥ずかしい。
ってるか見せるなんて恥ずかしいよ。すごい、もうすぐで6000人もの方が見てくださってる。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきさ、55分ぐらいで2000何人ぐらいの方が見てくださってたんですけど、それからの進歩がすごい。ご飯食べてた？なんならちょっと序盤の方が見てほしかった。東君、ハートありがとう。今はもうちょっと今燃え尽きてますので、東君ハートありがとう。さすがいいんだな、ありがとうございます。あいやー、二度寝できないんです。うん、したかった。そうそうそう、全然。おはようございます。やっという生に先生がやった。ゆのも自分の生めっちゃ好きなんですけど、早川ゆのいいのまでしょ。しゃあないな。マッチュン、誰もし、ありがとう。なんでみんなフードなしに燃えちゃうの？昨日なぜかベロが切れたの。痛い。ベロちゃん痛い。ご飯食べてる時なぜかね、みんなのベロちゃんが切れた。風呂に当てるの悔しい。なんで？よしきいちごさんありがとう。よしきくん。高木さんありがとう。昨日といいごめんね、痛い話ばっか。じゃあ大好きありがとうございます。ありがとうございます。シルムじゃあ、おはよう。おはよう。おやすみなさい。
1ヶ月前包丁でグサッと煮たところもまだほんの好き、これはゆきたこさんありがとう。ひげしくん、かわいいありがとう。眠り姫だなんて。スリーピングプリンセス。レッスン頑張ります。ゆなの質問にこのま明日です。ぜひご覧ください。夜21時やから。ちんくん、ハートありがとう。てて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 、てしごろく全然知らないのルール、やっていけるかな。今欲しいもんベスト3、服、カバン、座椅子以上。はい、しばらく。座椅子欲しい、欲したいもん。クッション置いてるけど、このクッション。そう、ダメにする、みんなダメになりたくないからやめとく、そのソファヨーギ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 あれさ、多分ヨギ買ったらさ、ヨギにさ抱きついてぐる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 回れそう。わかる、ユナのイメージ図。スゴロクはサイコロ振って出た数だけ踊らない。どういうこと、どういうこと、そんなことするの。何の曲を踊るの。え、なんか急に寒なってきてんけど。サブ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 。寒い、やだ。
スグルグってそんなことやるの？そんなの関係ねえ、ユナも朝の6時台にやらされた。おお。嘘かい。ユナくんに起こされた。今日の気温マイナスなの、本当に。やばい、マイナス。雨降りは。ああ。だから劣化、頭が痛いんだ。雨止まないからね。今日何日だったっけ？26か。ムニムニの日。ムニムニ。40分でありがとう。めっちゃみんな教えてくれる。スーパーフライデー、ふう。と3日で2月までやばい。だって2月短いもんね。やった。やだよ。今日のね、いい感じだよ。史上最高にいいかもしれない。めっちゃうまく描けちゃった。
ちょっと期待しといて。その前に今日のピュアババザーの一言いきたいと思います。かくさんかわいい、ありがとう。ピュアババさんの一言一句、プープン。6時台テンション高いが7時台、だんだん眠気がやってくる。以上、ユナゾウの俳句でございました。ああ、ビューバブゾウの俳句でございました。ありがたく頂戴いたします。なんかゆなくんいろんな才能がさ開花されてきてるよね。ピヨゾー、ここの俳句でございました。ではランキング13位、まみさん、いつも大好き、たくさんありがとうございます。12位、ぴょんさん、ありがとう。11位、あずまくん、あいやー、開始頑張ってね。じゅんくん、じゅんくん、ありがとう。なんて書いてんの？ああ、OKOK。ゆきくん、ひきくん、いつもありがとうございます。8位、ロン歩きのに引き続きありがとう。7位、とりあえずさん、いつもありがとうございます。6位、レゴパッドパパさんも昨日に引き続きありがとう。5位、コロワン、ありがとう。アットマークつけてよね、ゆうなの。ありがとう。よい、ワイニャン、ワイニャン、たくさんありがとうございました。コメントもたくさんありがとね。たたん、サインがベレマユさん、ありがとうございます。ベレマユさん、いつもありがとう、コメントもありがとうございました。2位がたたん、シールくん、たくさんありがとう。いつもランキング朝入ってくれてますね。ありがとうございます。そして、ハイライチは、ズルー、ドン。キャビオレが飲みたいな、カフェオレくん。今日はね、カフェオレを書いてみました。見て、結構力作。この顔めっちゃうまく描けた。いい感じ。なの、腕上げたでしょ。じゃあ最後にななちゃん聞きたいと思います。いきます。ななちゃんけん、じゃーん。グー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 、お腹がグーグーつきました。お腹がグーグーつきました。今から朝ごはん何食べましょう。何食べましょう。お腹がグーグーつきました。今から朝ごはん何食べましょう。お腹がグー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 。これからさ、ゆなく気分
決めとこ。チョキを出すときは、パーを出すときはテンションが高いとき、チョキを出すときは可愛くいたいとき、グーを出すときはお腹が空いてるときにしよう。だから心理戦ですよ、これからは。明日にはご機嫌じゃんけんにしよう。覚えといてね。最初はさ基本グーだねって。眠い時も入れる。じゃあ最後宿主タイム。こんなすっぴんで何をポーズ撮ってんのって感じなんですけど、ピューバブちゃんもう終わりました、ありがとうございます。パチ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 、明日から2時間、楽しい2時間楽しかった、朝からありがとうございました。毎日楽しい時間を共有してくださってありがとうございます。今日も京都とピュアラが好きでした。今日もありがとうございました。変なふりして、いやいや昨日に比べたらさーっと蹴ってルハン執行できないんです、ごめんなさい。ルバブちゃんもありがとう、傘忘れず行ってきたいと思います。ルハンちゃんありがとう、ここには雨止むんだ。お疲れ様、今日はテンションになるね、ありがとうございました、ありがとうございます。7000人もの方が見てくださって、ぜひ皆さん乗っけてね、ツイートとかゆなのことを思って、今日も一日お過ごしください、お仕事学校頑張ってくださいね、バイバイ、休み。